本項目では、インドのカリグラフィーについて述べる。アショーカ王柱の破片に見られる文字インドのカリグラフィーに関して、アンダーソン2008はこう書いている。アショーカ王の勅命は石に彫り込まれ、勅命の碑文は筆記体で記されていた。アショーカ王亡き後、アショーカ王時代のブラーフミー文字の処方を引き継ぐ形で、カローシティ文字とブラーフミー文字という二つの処方が現れた。 カローシティ文字は紀元前3世紀から紀元後4世紀までインド北西部で用いられ8世紀まで中央アジア全体で用いられることとなったインドでは碑文を彫る媒体として銅は好んで用いられたインド北部では2世紀には白樺の樹皮を文字を書く媒体として用いるようになったインドで使用されていた多くの文字は13世紀に紙が伝来した後も ヤシの葉に記されることが多かった。ヤシの葉の両面が文字を書く面として使用された。ヤシの葉は長い長方形の形に成形され、葉の上部に穴を開け紐を通すことで本を作成していた。このような本の作成方法は東南アジアでも一般的であった。ヤシの葉は文字を記す媒体として最適であり、南アジアの文字に多く見られる。 繊細な書体を扱うことを可能にした。インドの貿易省や植民、冒険家、仏教を布教する和尚などによって、東南アジア諸国にブラーフミー系文字がもたらされた。マハーバーラタに見られる装飾体のカリグラフィー東南アジアの国々はもたらされた、ブラーフミー系文字やインドの文化の影響を受けた。その影響は、言語の内部構造にまで及び、音節や、 文字の表現方法、左横書きという文章を記す方向にまで及んだ。サンスクリットをヤシの葉に記した手書きの文章はバリ島を含む東南アジア各国へと広まっていった。ナスターリークカナダで書かれたガーリブのシーンドには多くの異なる伝統的なカリグラフィーが存在しており、根本的にアラビア文字やペルシア文字の伝統的なイスラームの書法と異なるものであったため、 ペルシア人によるムガル帝国建国と共にもたらされたペルシア文字の影響は大きく、この時代には従来のインドのカリグラフィーとペルシア文字の処方との融合が進んだ。ムガル帝国時代には上層階級の人々が記す自助伝や歴史書物においていくつかのカリグラフィーが生み出され、それらの文字はペルシア文字の処方と同じく右から左へと書かれていた。 このようなカリグラフィーの変化は、ラーマーヤナやマハーバーラタを含むインドの女子詩などに見られたインドの伝統的な文学の形式にも影響を与えたと考えられていた。ムガル帝国第二代皇帝、フマーユームはペルシア人のカリグラファーをインドへ呼び寄せた。彼らはムガル帝国第三代皇帝、アクバルの下で現地のヒンドゥー教の教典文字を担当する書家と協力し、 インドのカリグラフィーを発展させていくこととなる。クトブミナールに見られるアラビア文字はクーフィー体と呼ばれる。クーフィー体はヒンドゥー教やジャイナ教の伝統様式の影響を受け、花や花輪などによる装飾体となっている。16世紀以降、宿教はインドのカリグラフィー発展において重要な役割を果たす。宿教とは、 伝統的に祝教の経典であるウルグラント・サー・ヒブを手書きし、彩色を施していた。祝教とのカリグラファーであるプラタープ・シング・ジアニーは祝教の文字を英語に翻訳した最初の翻訳者として知られている。オックスフォード大学のボードリアント書館にある祝舎パトリーはサンスクリットによるカリグラフィーの恒例である。1192年に建設された。 クトゥブミナールに見られるクーフィー大の非文宗教の経典はインドにおいて最もカリグラフィーの使用頻度が高い書き物である。修行中の仏教徒は寺院においてカリグラフィーの鍛錬を積み、経典の写本を制作する義務があった。ジャイナ教の信者はジャイナ教の聖典に装飾体のカリグラフィーを組み入れた写本を制作していた。これらの写本は安価な素材に繊細なカリグラフィーを 書き込む形で制作されていた、オリアー文字の書体、ありがとうございます。